社会医療法人高徳会は山形県で医療機関を運営する社会医療法人である。1986年4月に医療法人として設立。2010年1月に社会医療法人の認可を受ける。2017年6月1日、医師不足によって閉鎖された米沢市立病院精神科と高徳会が運営する佐藤病院の病床を 再編統合した米沢心の病院が米沢市の産業団地である米沢オフィスアルカディアうちに整備され開院した佐藤病院は山形県南陽市にある病院である理念は開放的で新しい地域に開かれた医療を保健、医療、福祉が3位一体となったサービスを実現するための体制づくりを進めている国道13号と 国道399号に挟まれた場所に立地する。遠隔診療科アクセス、若宮病院は山形県山形市にある病院である。理念は、より地域に根ざした、精神医療、早期地域復帰を目指して。遠隔診療科アクセス高徳会の軟式野球部は、これまでに国体や天皇支配、全日本軟式野球大会などといった、全国大会にも数多く出場している。 1988年7月には、グラウンドも完成し、専用の練習グラウンドも所有。2017年より、元プロ野球選手である石井義人が顧問を務めていた。高徳会について、社会医療法人高徳会、2017年5月28日閲覧。米沢心の病院会員再編統合で、高徳会運営健康を見守れるように、 読売新聞山形版2017年6月3日人の優しさ確かな技術社会医療法人高徳会佐藤病院2017年5月28日閲覧 AB 佐藤病院について佐藤病院2017年5月28日閲覧 ABCD 若宮病院について若宮病院 2017年5月28日閲覧。部活動。社会医療法人高徳会。2017年5月28日閲覧。石井義人氏 BC から南式へ指導者として新たな挑戦いつかは NPB で。スポニチスパニッキーアネックス野球。2017年5月22日閲覧。ありがとうございます。